チャオあーちゃんです。今日は3月19日京都、でタラちゃんで京都行きます。ちょっとねメイクしますね。まつ毛をね、まつ育液を塗ってまつ毛がねすごいね寝癖になるのよ。やっぱよあかんの分かってね、あかんって言われてんけど横向きに寝てまうの。上向きに寝とっても朝なんて横向いてねさ寂しがりやからさ、抱き枕をギュって抱いて寝てんねんね。だから顔が抱き枕で潰れてんのよ。抱き枕か枕か知らんけど、だからまつ毛がよくないんやろな。耳がちょっと取れたんだよね。で癖が毎日ね工房では取れてんだけどね。メイクしましょう。もう乳液ローション終わってるんで BB クリームからいきましょう。乗り換えらんないよ。Junkin time. Are you ready? Junkin. What's the job? Junkin に勝った人も負けた人も。ハッピースマイル。はい、お二人ともありがとうございました。それではこれまでに入っている最新のニュースをお伝えします。新型コロナウイルスによる株式市場の動揺が収まりません。いいです。はい。で、ここにね、値下がり率が規定値を超えたため、今週2度目となる取引停止措置が発令されました。今日はね、クリアをのいつものファンデをやらんのに粉でいきます。じゃあやろうかな。ええかな。ユリクリームしたらいいかな。今日までいつもと違うパターンでメイクしよう。上皇ご夫妻はお代替わりに伴う転居のため今日26年間暮らした皇居を後にされます。ご夫妻は皇居の吹上仙洞御所から神奈川県の葉山御用邸に向かい、その後栃木県の御料牧場にも滞在し、31日5フレドルぐらいのこんなので、なるべく早く皇居に移り住まれることを望み、早朝から深夜までこうした品々を確認しながら整理されていたということです。昨日午前0時半過ぎ、新宿区大久保の路上で男2人が女性に近づき、頭などを殴った上、現金数千円が入ったカバンを奪って逃走しました。また午前2時半頃には歌舞伎町の路上でも女性が男2人に殴られ、持っていたリュックサックを奪われそうになりましたが、抵抗したため男らはそのまま逃走しました。さらに午前4時半頃、同じ歌舞伎町で出火数が今日はね、今日またピンクをピンク衣装、パールとこの辺りのピンクと赤ができます。チップを買ってきたね。大きさの違うチップ使ったらいいって言ってくれたから、チップ買ってきたよ。あの大きなチップで、次ピンクがね、黒を入れます。で、昨年日本代表のオフィシャルユニフォームを手掛けるこのブランドと契約したのは、スポーツ選手以外ではゴードン君が初。起用されたことについて、ワクワクが止まりませんでした。だからちょっと赤く入れます。やりすぎたかもわからん。今日のロリータ。今日のロリータは何にしようかな、この人もまだ。もう決まってんねんけどね。合うかな。まあいいや。ピンクでメイクこれで終了。よいしょ。よっこらしょ。ビーズのバッグも製品を出してますね。こんな感じでメイク完成です。では、行ってきます。ちゃうわ。行ってきますね。着替えます。はい、お着替え終わりました。今日はね、ピンクのロリータです。こんな感じ。ね、ピンクのロリータね、ストッキングは白。ちょっと清楚に行きます。はい、では、京都行ってきます。今日のあっちゃんのメイク、こうでよかったと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。